お疲れ様です。昨日撮った動画がね、再生できない状況に陥りまして、なんでかなっていうのはちょっとわかんないですね。だから、そういう表示が出るんですよ。で、昨日はね、ラジコンやり始めて1ヶ月って動画を撮ろうと思ったんですが、まあ、いろいろ頭の中になんか考えてて、話が超脱線して、なんか業界の話になった挙句、多分最後にね、ここの話をしたのが良くなかったのかなとか。でもそんな一個人のアカウントを、そういうので、ね、見てるのかなとも思うし、どうなんでしょうかね。別にそんな悪い話してないんですよ。事実を話しただけだったんですけど。だから昨日の話はね、忘れてください。今度からね、突っ込んだ話するときは、こういうものを使ったり、頭文字使ったり、ちょっと考えて話すようにしますね。多分話しちゃうんで。これはですね、3D プリンターでできたものです。はい。会社がどうだということは言ってません。はい。ですね、今日はラジコンの話をしますね。はい。ジオ様からの質問です。いつも楽しく拝見しています。ありがとうございます。要約するとですね、一番最初に選んだラジコンとしてこの M08 がどうかっていう話ですね。で、購入を迷ってるんで、まあ、M08 も多分検討してるラジコンの一車種っていうことですが、僕はですね、まあ10分の1も12分の1も全部ですね、なんかおすすめできるかなと思いますね。あんまり変なハイエンドとかね、ギアむき出しのラジコンとかですね、練習するときにその、走らせるところによっては弊害が生まれるもんで、おすすめはできないというか、まあ、してないですけど、ギアがね、密閉したボックスの中に入ってたりとか、カバーがされてるものがいいんじゃないかなと思いますね。で、やっぱり、走破性とかで考えるとバギーとかもいろいろあるんだけど、まあ、今回 M08 の話をしていきますわ。まずね、ちょっと10分の1より短いんで、動きが10分の1の方がおおらかです。だから12分の1ぐらいの縮尺の M08 は、ホイールベースを選べるんですけど、ちょっと敏感ですね。あとは、ギアがボックスの中に入ってるんで、飛び石とかのメリット、リスクが少ないですね。それでもゴミとかはあるかもしれないです。その回ギアがこの中にいっぱい入ってるんで、ギアが欠けるかもしれないですね。まあ、今のところ欠けてないんですけど。で、丈夫いか丈夫くないかって言われると、まあ、スピード域にもよるんですけど、今のところ壊れてないんですが、前回りはちょっと怪しいなっていう作りしてますね、そもそもはね。組み立て自体は簡単な方だと思います。説明書通りに組み立てて、説明書通りのその、寸法にすればほぼ何もしなくても、いいかなと思います。僕は最初からちょっとオプションパーツをタミヤに課金じゃとかわけのわからんと言いながら入れちゃったもんで、その説明書通りのお話をできないんですけど、特に走行にめっちゃ影響するものっていうのを入れてるっていう気分ではないもんで、最初。ちゃんとノーマルのプラスチックのついてるダンパーで組み立てたりとかですね、しました。で、それで、走らせたんで、全然問題ないかなっていう印象ですよね。あとはですね、まあ一番最初のラジコン始めるっていう段階になるとですね、どういうなラジコンでも練習できると思いますよ。要は、ラジコンの重力を体験できるかってことなんです。遠隔操作で。よく重いとか、タイヤがどうだとか、なんかいろんな話してると思うんですけど、なんかやってくとですね、ラジコンの重力を遠隔操作なのに感じれるんですよ。なんかわけのわからんこと言ってんなと思うんですけど、別に陰謀論でも何でもなくて、なんとなくわかるんですよね。切ってる時のこの動きとか、あと、まあ、目とか耳とか、いろんなところに入ってくる情報で、
なんとなく分かるようになってくるんで、そういうのを体験できるようになるといろいろ楽しくなってくると思うんですわ。でそれの練習になるかって言われるとめっちゃなると思うんですよ。ただ別にこれじゃなくても何でもなると思うんです。僕トイラジでもなると思ってるんで。なんでなんか好きなものを買った方がいいんじゃないかなっていうと、まあ元も子もないんですけど、今話した感じですよね。ギアがむき出しじゃないのが最初はいいんじゃないかなと思います。あとは自分が走らせる場所の石がどれぐらいの大きさかなっていうので、走破性っていうものはね、もしかしたら影響してくるかなっていうのはありますね。あとね、部品が売ってるやつがいいと思いますよ。手頃に部品が買える、なんかどこに行ってもネットでもお店でもなんとなく売ってるものがいいかなと思うと、タミヤは、まあ、売ってる確率が高いですよね。うん、でまあそれぐらいかな、お話しするとすると、うん、1ヶ月触ってみて別に不具合は特に起きてないですし、僕はまあリハビリ中なんであんま詳しいことは言えないんですけど、動画でたまにね載せてますけど、まあ、まったりしたスピードで走らせても十分楽しいなと思って走ってるんで、僕お気に入りのラジコンです。でこの蓋が好きなものがあるかないかっていうのももしかしたら最初は重要なファクターかもしれないんで、なんか好きな、じゃボディですね、好きなボディがあるかどうか調べるのも楽しいかなと思いますね。まずはね、組み立てたりとかですね、組み立てたくないとかっていうその線引きもあるんで、 XB っていうのもありますし、組み立てしないといけないキットもあるんで、そういうのもいろいろありますよってことなんですね。あんまり話しすぎるとめちゃめちゃ話がまたぶっ飛んでくんで、ちょっとこの辺にしとこうかなと思いますね。わかんないことがあればまた質問いただければですね、お答えできる範囲にしていこうと思いますんで、最初の一台としては、かなりおすすめできる M08 くんだと僕は思ってます。で練習にも十分なると思います、うん、FF のラジコもありますよ。ちなみにこの間一緒に走ったんですけど、全然めっちゃ走ってましたよね。最近のラジコンは本当にすごいですよね。なんかね。